フェンドー事件は1939年11月9日にドイツの新英隊保安部によって行われた作戦の最中に2名のイギリス秘密情報部の部員がオランダのフェンドー市の外縁ドイツ国境から5メートル離れた地点で捕らえられた事件この事件は後にドイツのナチス政権によって1939年11月8日に ドイツミュウンヘンのビュルガー・ブロイケラーで起きた、ゲオルク・エルザーによるアドルフ・ヒトラー暗殺の失敗に、返したくわがてに、イギリスを結びつけ、また1940年5月10日のドイツによる、中立国オランダへの侵攻の正当化を助けるために、利用された。マースカワギ岸のフェンローの歴史的死害。1939年9月3日のイギリスによる、ナチス・ドイツへの宣戦線復刻の後も、 イギリス首相、ネビル・チェンバレンはなお、ドイツとの間で、あまりに流血が重なる前に妥協による和平を探ることに興味を抱いていた。イギリス政府は、ドイツ国防軍指導層の中に広く存在する対抗勢力の存在をよくわきまえていた。1939年の秋にかけて、ドイツの対抗勢力は、イギリス政府に対して、探りを持ち出していた。10月、 ミュンヘンの放送ヨーゼフ・ミュラーは、ハンス・オスター大佐の黙認を受けて、バチカン経由でイギリス側と接触を持った。エイリヒ・コルトの弟、テオドール・コルトは、スイス・ベルンで同様の目的を追求していた。スウェーデンの資本家ビルガー・ダーレルスは、一部は、オランダ国内で行われたシャトル外交の初期形態を、通じて和平を確立させようとした。そして10月め、 トルコアンからのオランダ大使、フィリップス・クリスティアン・ビッサーは、ヒトラー政権の元副首相であり、当時のドイツ大使であった、フランツ・フォン・パーペンが作成したダーレルスの案に沿った和平の定義を、イギリス大使、サー・ヒュー・ナッチブル・ヒュー・ゲッセンに連絡していた。1939年9月のドイツによる、ポーランド侵攻に先立つ、時期のヨーロッパでの第二次世界大戦を避けようとする。 外交的な努力はすべてが無に返していた。したがって、フィッシャーという名前のドイツ人亡命者が国外に出たカトリック系指導者であり、オランダにおけるイギリス軍情報部への情報提供者であったカールシュ・ピッカーの信頼を得ることに成功すると、イギリスの SIS はフィッシャーが提供する情報に興味を抱き始めた。シニスムンド・ペインベスト大尉 リチャード・ヘンリー・スティーブンス少佐。1939年9月の初め、フィッシャーとイギリスの SIS 要員、シギスムンド・ペイン・ベスト大尉との会合が設定された。ベストは熟練のイギリス陸軍情報将校であり、オランダ人の妻と共に、デンハーグに住む商業従事者という体裁で働いていた。続く数度の会合は、リチャード・ヘンリー・スティーブンス少佐。 デンハーグの旅券管理官として密かにイギリス SIS のために働いていた経験では劣る諜報要因を交えたものであった。ベストとスティーブンスがドイツ国境近くのオランダ軍動員地帯を通過するにあたって援助するため、若年のオランダ軍士官ディルク・クロップ中尉がオランダ軍情報部門の長与ハンハンオールショット少将によって抜擢を受けていた。クロップは ファンウォールショットから秘密会合に臨席する許可を得ていたが、自国の中立性ゆえに参加することはできなかった。フィッシャーが初期の会合に伴った参加者たちは、ヒトラーに対する陰謀に協力し、ヒトラーが退けられれば連合国と和平を締結することに興味を持つドイツ軍士官を装っていた。フィッシャーがイギリス情報部員との会合の設定に成功したことが判明すると、 新衛隊保安部の外国情報部門のバルター・シェレンベルク新衛隊少佐がそれらの会合に出席し始めた。シェンメル隊を装っていたシェレンベルクは当時ハインリヒヒムラーの信頼厚い情報要員であり、フェンドウの作戦の間にはラインハルト・ハイドリヒと密接に連絡を取っていた。イギリスの SIS 要員とドイツの SD の間での最後の会合でシェレンベルクは ある将軍を翌日の会合に連れてくると約束した。それに変えてドイツ側は交渉を不意に打ち切りベストとスティーブンスを拉致した。バルター・シェレンベルク親衛隊少佐。当写真は戦後ニュルンベルク裁判に際して撮影された。アルフレート・ナウヨックス親衛隊少佐。当写真は1944年アメリカ軍の下への逃亡後に撮影された。 シニスムンドペインベスト大員が著書ザヘンロインシデントで改装する拉致に至った秘密会合の概要は以下の通りである。オランダ軍のディルク・クロップ注意。1939年11月9日の早くにシェレンベルクはヒムラーからのイギリス SIS 情報部員ベストとスティーブンスを拉致する命令を受け取った。s d 要員のアルフレート・ナウヨックス。 新衛隊少佐が作戦を指揮する新衛隊特別行動部隊が命令を遂行した。16時にシェンメルトの間で計画されていた会合のため、ベストはカフェバッカスの駐車場に車で乗り入れた。スティーブンスが彼の脇に、そしてディルク・クロップと彼付きの運転手、ギャン・レメンスが後部座席に座っていた。ベストが車から出る時間もないままに、 ナウヨックスの SD 要員たちが到着した。短時間の銃撃戦で、クロップは致命傷を負った。手をしめられて壁沿いに立たされた後に、ベストとスティーブンスは、ヤン・レメンスと共に SD の車に押し込められた。クロップはベストの車に引き入れられ、両方の車が発進して、ドイツへと国境を越えた。ベルリンへの道中、デュッセルドルフに着くと、 自分に対する念入りな身体検査が行われたと、ベストは回想する。デュッセルドルフでは、拉致に加わった一人がベストへ、党の行動の理由は相当に対する陰謀を、企んだドイツ人を捉えることにあり、その者たちは、前夜の彼の生命を狙った企てについて、責めがあると語った。クロップは、デュッセルドルフのプロテスタント系病院へ収容された。当番の医師は、 数年後に、クロップは、収容時に意識不明で、同日に、頭部重装により死亡したと回想した。ゲオルクエルザーを記念する、ドイツの55セント切手。11月8日のミュンヘン・ビュルガーブロイケラーにおける暗殺の企てに先立って、ナウヨックスと、彼の班はシェレンベルクを支援するためデュッセルドルフに、派遣されていた。ヒトラーはその個人用列車が、 ミュンヘンよりベルリンへ戻る前からすでに、オランダのイギリス SIS 士官を問いただす、ためベルリンに連行するよう命令した。ヒムラーは11月9日の朝早くに、シェレンベルクへ命令を発した。ミュンヘンで、ゲシタッポの尋問を受けていた容疑者のゲオルクエルザーが、単独行動を主張していたにせよ、ドイツ世論のイギリスに対する敵意をかき立てる、手段として、暗殺の企ての宣伝価値を、 ヒトラーは悟っていた。11月21日にヒトラーは、ミュンヘンの爆弾事件の背後に、イギリス情報機関が存在するという争う余地のない、証拠を保有しており、オランダ国境付近で2名のイギリス情報員が逮捕されたと言明した。翌日に、ドイツ各紙がこの話を掲載した。ドイツアルゲマイネザツイトゥング氏の第一面は、ゲオルクエルザー、スティーブンスタインそして、 ベスト氏と名指しされた陰謀者たちの写真を添えていた。ナチス系報道機関は、ベストとスティーブンスが拉致された後の21日間に、渡って、ゲシタポが受け取った無線送受信機を用いて、無線連絡を続け、イギリス情報機関を欺いたと伝えた。ヒムラーは、しばらくすると、あのように高慢で愚かな人々とのやりとりに、うんざりするようになったと軽口を叩いたとされている。 イギリス外務省は1939年秋のイギリスドイツ間秘密交渉にヒムラーが関わっており、そしてネビル・チェンバレン首相と外相ハリファックス教が関与した対話は新生の和平交渉であったと考えた。歴史家からむマクドナルドはこの見解を支持した。ヨーロッパにおけるイギリスの長方網にもたらされた損害で新首相ウィンストン・チャーチルは1940年に 自らの官庁と妨害工作の組織である特殊作戦執行部を創設した。当事件は、チェンバレン政権が国へ最高度の戦争への努力を解きつつも、なお、ドイツとの取引を探求していた事実をあらわにした。これがチャーチルを怒らせ、彼はその後の戦争中、ドイツにおけるヒトラーの対抗勢力への支援へ反対するに至った。ヒトラーは当事件をオランダが 自らの中立性を破ったとする主張へ利用した。オランダの諜報員クロップは身分証明書類をドイツ側によって進んで御用され、その存在はイギリスとオランダの情報機関の協業の証拠、そして1940年5月のドイツによるオランダ侵攻を正当とする理由づけを十分に示すものであった。ナウヨックスは拉致の翌日にヒトラーより鉄十字章を授与された。 シェレンベルクは、ニュルンベルク裁判で、他のナチス関係者に対する証拠を提供した。彼は1952年に、42歳で亡くなった。ベストとスティーブンスは、ベルリンのブリンツ・アルブレヒト通りにある、ゲシュタポ本部で尋問を受けた後に、ザクセンハウゼン強制収容所に送置された。両者は、ゲシュタポが警護する囚人のために確保された。 t 字型の建物に分離して収監された。ザクセンハウゼン大流中に他の敬語家囚人であったゲオルクエルザーと内密の手紙をやり取りしたとベストは主張する。1941年1月、スティーブンスはザクセンハウゼンからダッハウ強制収容所の地下号へと移され、ベストや他の敬語家囚人と共に1945年4月に退避するまでその地に泊まっていた。 ベストは一時的にブーヘンバルと強制収容所に、ついで1945年4月9日にダッハウ強制収容所の地下号に移された。偶然ながらダッハウでエルザーが処刑された同日であった。1945年4月24日、ベストとスティーブンスは他の行為の囚人たち140名と共にダッハウを離れ、南チロルへと向かう車列の人となった。 1945年5月4日に、ニーダードルフ近坊の湖畔のホテル、ブラーイエス・ビルトバートで、彼らは前進してきたアメリカ陸軍により自由の身となった。ありがとうございます。